両方の日本が歌うと、万葉歌は3つしかないんですね。それで、ここにない万葉歌も書いたんですけれども、それは女の説も仕方のないから2点だけ新しく書いたものを載せました。こちらからは多少向こうの字と同じように隷書風なものを入れて、まあ楷書で、書いたわけです。そちら側は同じ楷書に近いんですけども、現代風な書き方で書いたものです。それから中央の大きい字は、こういう展覧会ですと大きい作品も